プロローグ。ホームランで見せるスラッガー、剛速球を投げるエース投手。どんなスター選手でも NPB でプレーする上で必ず経験するのがドラフト会議の場。毎年シーズンオフに行われるこの会議は、新たなスターが誕生する場所として、2009年からは会場にファンを入れての公開開催となり、地上波での中継も復活するなど注目度はみるみる上がっています。そんなドラフト会議で、2022年関西を代表する人気球団である阪神タイガースから指名を受けたのが森下翔太選手。実力のトートと著名なトート大学リーグに所属する中央大学から入団した彼の二つ名は、アマ球界トップクラスの強打者。数多くの阪神ファンが次世代の阪神を担う選手として期待しています。というわけで、今回は岡田彰布監督も絶賛、魅惑のドラフト1位、森下翔太選手について紹介していきます。森下選手の経歴1、通算57ホームランでももっと打てた。高校時代に抱えた問題点。それではまず、森下選手の経歴と学生時代のエピソードについて紹介していきます。神奈川県横浜市に生まれた森下少年。地元が横浜ベイスターズのお膝元ということもあり、小学校1年生から野球を始めた彼は、持ち前の身体能力もあってみるみると成長。中学時代には学校の野球部ではなく、未来のプロ野球選手を目指すメンバーが集まり、高いレベルでの野球をプレーするシニアリーグに所属していました。小学校、中学校とレベルの高いプレーを披露し、地元では敵なしだったという森下選手。そんな彼の野球観が変わったのは高校時代だったそうです。2016年春、プロ野球選手になることを目標に、森下選手が入学したのは東海大相模高校。夏の選手権大会で11度、春の選抜で12度の出場、うち選手権では3度、選抜では2度の優勝を誇り、現巨人監督の原辰徳氏を筆頭に全国トップクラスのプロ野球選手を輩出してきた名門中の名門は、森下選手にとってうってつけの場所でした。しかし、入学当初、森下選手はあることで苦しむことになります。練習についていくだけで必死でした。森下選手が苦しんだのは、その抜きんでた練習量、加えて全国からレベルの高い選手が集まる東海大相模の環境もあり、森下選手は徐々に挫折感に苛まれていきました。しかし、そんな中、必死に練習についてきている森下選手のことを評価していた人物、それは当時監督だった門馬啓二氏でした。門馬氏は当時の森下選手のバッティングについて、引っ張る打球ではなくて反対方向に大きなものが打てるというのが強く印象に残っている。監督からそんな評価を下された森下選手の野球人生は再び名転します。初めて迎えた夏の神奈川大会の日、4番を任されていたのは森下選手。門馬氏曰く、当時の森下選手には無理をしてでも使いたくなるほどのポテンシャルが秘められていたそうです。また、その期待に応えるように結果を残し始めた森下選手、彼の名前は徐々にアマチュア球界に知り渡り、試合のバックネット裏にはプロのスカウトが詰めかけるほどの選手にまで成長していました。このまま甲子園に行ける、このままプロになれる。しかし、悪魔はその慢心を見逃しませんでした。3年の春、選抜出場を決め、初めて踏んだ甲子園の舞台、ずっと憧れ続けた聖地での記憶を、森下選手はいい思い出ではないと今でも言い切ります。甲子園での4試合での打率は2割6分7厘、ホームランは0、打点も2、並んだ記録はとても強豪校の主力とは呼べないほどのものでした。注目されていた中で苦しんで、翔太は自分と向き合えなかった。大会が終わっても現実をなかなか受け入れられなかった。門馬氏がそう語ったように、森下選手が当時抱えていた問題点はメンタル面、気分の浮き沈みによって大きく打撃にも影響が出てしまうという悪癖でした。最後の夏、チームは県大会の準決勝で敗退。森下選手は再び甲子園の土を踏むことはありませんでした。高校での通算本塁打数は57。しかし、門馬氏は
もっと打てた、もっと上のランクに行けたと厳しく回想しています。それでもプロからのオファーが来ていたという森下選手。しかし門馬監督はプロで活躍する上で最も必要なメンタル面が欠落している森下選手にプロ入りを進めず、森下選手もその言葉通り大学進学を決めました。進学先として決めたのが冒頭でも紹介した中央大学。ここで森下選手は人生を変える出会いを果たすこととなります。森下選手の経歴に人生を変えた DeNA 牧との出会い。戦いのステージを大学野球へと移した森下選手。高校通算57ホームランを放ったポテンシャルは変わらず、持ち前の長打力で1年生にしてスタメン入り。しかし相変わらずメンタル面は不安定でした。当時について、あの頃は感情の波が激しかったんです。制御ができない部分がずっとありました。凡退してベンチに帰ったら落ち込んだり、声が出なくなってしまったり、審判に対しそれはボールでしょうみたいな感じも出していましたねと森下選手は語っています。そんな森下選手の意識が大きく変わったのは2年生の春のリーグ戦前のこと。この日気分が乗らなかった森下選手は思わずベンチで卑屈な言葉を口にしてしまっていました。明らかに悪くなったベンチの空気。試合後、森下選手を呼び出したのは現在 DeNA ベイスターズに所属し、当時2学年年上の主軸であった牧秀悟選手でした。普段は温厚な性格で知られる牧選手。しかしこの時は違いました。呼び出されて結構強く言われました。そんなことをベンチで言うんじゃないと。普段牧さんはとても優しい方。そういう人があそこまで言うということは相当だったのだと思いますと当時の状況について語った森下選手。後にプロ1年目から DeNA の主力として活躍する偉大な先輩の言葉を受けた森下選手からは甘えの2文字が消えました。心の成長を遂げた森下選手は安定して高い水準の成績を残せるようになり、また不用意な発言でチームの士気を下げてしまうようなこともめっきりなくなっていきました。ドラフト1位選手として指名された陰にはこんなエピソードもあったんですね。将来ちゃうよ、今よ。岡田監督も即戦力として期待。高いポテンシャルが評価され、見事阪神タイガースのドラフト1位指名を受けることとなった森下選手。一方で岡田監督も自身の監督復帰第1号となる大型ルーキーにすでに続行のようです。岡田監督は指名挨拶で八王子市にある中央大学を訪問。その後に行われた記者会見では、森下選手のそのフィジカルを金星の取れたいい体をしていると褒めたたえ、やっぱり力があれば当然最初から使うと、たとえルーキーであったとしてもそれなりの実力があれば開幕から使っていくという構想を発表しました。また続けて森下選手に関して、もっとやらないといけないと思うこともあるかもわからないし、これでいけるとなるかもしれない、すごく楽しみな2月のキャンプになると黄金ルーキーの本当のポテンシャルに興味津々な様子でした。どうしてここまで岡田監督は森下選手に入れ込んでいる様子なのか。それはポジションは違えど境遇が岡田監督と似ているからではないかと言われています。岡田監督も高校時代からプロに声がかかっていたものの、大学野球の名門早稲田大学に進学。そこで通算20本塁打という圧倒的な成績を残し、当時史上最多の6球団がドラフト1位指名、阪神タイガースに入団したという経緯があり、大学時代にスラッガーとして期待され注目を浴びながら阪神に入団した右打者ということで、森下選手と自身を重ねているのではないかと言われています。森下選手を開幕から使う可能性について、自分の時は外国人の監督ではっきり新人は使わないと言われてね、でも今は全然そんなないし、はっきり言って力があれば使いますからと自身の境遇を交えて語った岡田監督。さらには森下選手に対し、クリーンナップは今でも空いていると発破をかけていました。しかしそれに対して森下選手も負けていませんでした。実はこの会見の最中に
自身の1年目の目標が25本塁打であると宣言したところ、岡田監督から甲子園で25本はしんどいかも、20本くらいにしといたらと下方修正を進められていた森下選手。しかし2週間後の仮契約後に行われた会見では、3割に乗せて25本とまさにブレないメンタルによる目標を提示。25本という数の理由については、中央大学の先輩であり前述の通り自身が成長するきっかけとなった DeNA 牧選手が1年目に記録した22本という数字を超えたいという気持ちがあることを明かしていました。長打力は牧選手より森下君の方があるとスカウトからも太鼓判を押されている森下選手、新人合同自主トレから 100% を出せるように準備しているので、そこは抜かりなくやっていますと力強く宣言しており、詰めかけた報道陣からの関西弁で何か一言という無茶ぶりに対しても、せやなあ、ほんま頑張るんでお願いしますと笑顔で答えた森下選手。その大物感こそが岡田監督が彼に惚れている要因なのかもしれません。絶賛の嵐、ニュースター森下に惚れ込んだ OB たち。ドラフト1位選手ということで高い注目度を誇る森下選手。しかしその高いポテンシャルには数多くの OB が惚れ込んでいるようです。阪神 OB であり伝説的なクローザーとしても知られる藤川球児選手は、自身の YouTube チャンネルにおいて阪神タイガースが一度浅野翔吾選手を指名し、外れ1位として森下選手を指名したことについて、岡田監督にとっては森下選手で良かったと、浅野選手よりも森下選手の方が現在のチーム事情に合っていることを明言。森下選手が3年生から4年生にかけて打撃フォームの改造をしたことに触れると、森下選手は即戦力の選手と、その今すぐにもプロに通用するポテンシャルを大絶賛。加えて本当にいい選手が取れたと言っていいと思いますと最大級の賛辞を送っていました。また2022年末時点で60万人近い登録者数を誇り、歯に布着せぬ比較的辛口の評論で知られる解説者の里崎智也氏も、同じく自身の YouTube チャンネルで森下選手の打撃センスに関して、打ってるところの映像を見たら崩れても強いスイングができるとし、一歩間違ったら牧になれる、学校の先輩の名前を持ち出して絶賛。加えて阪神のチーム事情などを加味した上でも、藤川氏が語ったのと同じように、阪神には今一番フィットする選手だと思うと評していました。また森下選手のポテンシャルを評価しながらも課題があるとしたのは巨人 OB の江川卓氏。江川氏も同じく自身の YouTube チャンネルにて、森下選手の打ち方を昔で言うと山本浩二さんみたいな打ち方と、広島東洋カープで監督も務めた通算536本塁打を放ったレジェンドになぞらえ、称賛しつつもちょっとオープンに構えているけど体を開く癖があると思うと一言。プロ野球のピッチャーは外のスライダーのコントロールがいいため、バッティングが崩されてしまう恐れがあることを指摘していました。浩二さんの場合は腰は開いていたけど全体の力は逃げなかったので泳がない、その辺の課題が出てくると江川氏は厳しいながらも、同じく阪神のドラフト1位を経験した者としてエールを送っていました。どうなる？森下選手の2023年の展望。即戦力として阪神ファンのみならず OB たちからも大きな期待を集めている森下選手。実際問題として2023年はどのような起用が主となってくるのでしょうか。それを紐解くために、まずは阪神タイガースの外野手事情を見ていきましょう。昨シーズン外野手として100試合以上に出場したのは、132試合に出場した近本浩二選手と115試合に出場した佐藤輝明選手、114試合に出場した島田海里選手の3選手です。一見レギュラーが固まっているように見えますが、この中で来年のレギュラーが確約されていると断言できるのは
3割近い打率を記録し、盗塁王を獲得。入団以来4年間レギュラーとして起用され続けている近本選手ただ一人です。というのも、外野手として115試合に出場した佐藤輝明選手は、阪神ファンであれば知っての通り、あくまでも暫定としての外野出場。実際三塁手としても73試合、二塁手としても1試合の出場履歴があり、岡田監督も2023年シーズンは三塁で起用するということを明言しています。またチームで3番目の出場数を誇る島田選手も114試合の出場中、45試合が守備固めや代走としての途中出場。スタメンでの出場は69試合で、9月7日に行われたヤクルト戦を最後に、10月2日の閉幕までスタメン出場はなし。また左投手に対して打率2割3分台と弱点を露呈しているところから、とてもレギュラー確約とは言えません。つまり昨シーズン開幕スタメンを確保していた糸井嘉男選手や、高いポテンシャルから一部のファンにカルト的な人気を誇っていた江越大賀選手が阪神から退団した今、外野のポジションは非常に流動的になっており、森下選手が起用されるチャンスは十二分にあると考えられます。また一部から同じ道をたどってきた先輩が森下選手に好影響を与えるのではという噂も。その選手の名前とは、同じく阪神タイガースに所属する外野手、豊田ひろし選手。昨シーズンドラフト6位で入団した豊田選手は、実は森下選手と同じ横浜市の出身。それどころか中学時代は戸塚シニアに所属し、高校は東海大相模高校に進むなど、森下選手とほぼ同じ経歴を歩んでいます。3つ年齢差があるということもあり、直接の接点はないものの、同じく外野手で右のスラッガーということもあり、共に切磋琢磨していくにはうってつけの存在。戸塚シニアで両選手を指導した経験のある吉島義則監督は、ポジションもタイプも似ているからねと複雑な心境を明かしつつ、どちらも頑張って、どちらもレギュラーを取ってほしいねとエールを送っていました。阪神タイガースにすっぽりと2つ空いている外野のレギュラーというポジション、そこを埋めるのは誰なのか。森下選手は2023年1年目のシーズンを迎えます。まとめ。以上、阪神タイガースのドラフト1位、中央大学の森下翔太選手の紹介でした。人気球団のドラフト1位選手ということもあり、各所から注目されているということが分かったと思います。佐藤輝明選手のサード固定や、糸原選手が守っていたセカンドを流動的なポジションにするなど、優勝を目指して改革を続ける岡田監督。来年の秋、聖地甲子園にはどのような光景が広がっているのでしょうか。その中心にいるかもしれない森下選手の動向に今後も注目です。